目タケはガイドを使えば慣れてなくてもある程度できるものですが、ガイドを使わずにできるようになるには1年ほどかかるらしいです。今日は天女さんの代表が一般的なチェーンソーの点検・メンテナンス・目立ての仕方を紹介します。はい、次に目立てなんですけども、これですね、通常、ゲージとかガイドとか使っていただいて、特にあのなんていう業務で使わない方ですね、あのプライベートで使っているような方っていうのは、あのぜひガイド、ゲージそういったものを使っていただきたいんです。というのもフリーハンドで目立てをするというのはこれ本当に練習しないとできません。で、大抵どこをすればいいのかとかそういったところもあのよく把握されてないことが多いですから、まずは、ゲージガイド取扱説明書通りに使っていただいて、そうすればですね、大体切れるようになります。はい、ある程度のところですね。まあ、もちろん私たちは林業なので、あのフリーハンドで擦れる技術もなきゃいけないですから、私たちは、フリーハンドで擦ります。で、当然ですね、ガイドゲージ私たち持ってるんですけど、これ4ミリの刃なんですが、今あいにくですね、4ミリのヤスリが合うゲージがありませんので、今日はフリーハンドで擦っていきます。で、よくですね、この刃は切れる、この刃は切れないということをなんかイメージされて、切れなそうな刃は例えば10回ぐらいヤスリ通して、切れそうな刃は5回ぐらい通すっていう方はいるんですが、絶対やめてください。必ず一つの刃全部擦る回数揃えてくださいね。これ大きい小さいこういう刃が、バラバラについてしまうと、切り曲がりっていう切るときに曲がってってしまうとかですね、そういったもの、あとはですね、あの大きさ、刃の大きさが変わってくると当たる部分変わってくるので切れ味が落ちるということになってしまいますから、必ず例えば今日10回擦りますって言ったら全ての刃10回ですね、これを守っていただきたい。なのでスタートの場所を忘れないでいただきたいんですね。いろんなやり方あるんです、いろんなやり方あるんですけど、一番簡単なのはスタート、今日はこの刃からやっていきますっていう、そこにですね、はい、もうマジックとかでいいです、印しちゃうんですね、黒く。はい、これがスタートの刃です。これ水性のペンだとダメですよ、油ついてるんで落ちちゃいますからね。必ず印は油性のマジック、これが私は一番おすすめです。そうすればここから擦り始めたらですね、一周回れば、あ、これも擦った刃だと分かるんですよね。これどんどん擦ってて、あ、どこまでやったか分かんないっていうと、擦る刃の回数ずれてしまいますので、絶対にやめてください。はい、では目立てですから当然刃ぐるぐる回していきますからね、ブレーキは解除するんですけど、慣れてない方必ずやっていただきたい。今私はこのまま擦っちゃいますけど、バイスとかで機械固定してくださいね。一番大事なのは機械を固定です。機械が動かないようにしてください。これが一番重要なんです。固定していただいて、それで擦っていくということですね。はい、で、大体目処的には横、こっちですね、横に8割下に2割の力のかけ具合だというふうに言われるんですね。はい、横に2割、こっちです、こっちに8割下に2割の方向に擦ってくれってことなんですが、まあ、これは、まあ、人知れずそれぞれですね。私はほとんど横ですかね、横かちょっと斜め上に上げちゃうんですけど、これはもう人それぞれだと思うんですが、基本は横に8割下に2割で、皆さんがチェーンソーの目立てをするときにどこをすればいいのか分かんないんで、擦れないよく切れない刃を作ってしまうんですね。どこを擦らなきゃいけないのかっていうのは、例えばこの刃で言うと、ここのこの斜めになってるここ上刃っていうんですけど、上刃と、もう一つ重要なのは横刃なんです。このサイドのここですね。はい、ここが擦れるようになんないとダメなんですね。
だからあちょっと石に当たっちゃったなんて言ってこの辺こうやって擦ってしまうとこれは切れるわけがないですよね。擦ってるとこ全く違いますから。上歯に当たってません。上歯に当たるっていうのはどういうことかっていうとこういうことなんです。で今横歯にも当たっています。これでそのままスーッと、はい、入れていくと。でこの時にこういう動きが出たりこういう動きが出てしまうとこれは歯は切れません。必ずまっすぐ使いますね。ということで持ち方重要なんですね。私おすすめは手をパッと開いていただいて、はい、でこれヤスリの柄の元の部分ですねが親指の付け根に当たるようにです。親指くるみますね。人差し指とか全部くるみます。この時にこうやる方もいますが私はこうします。どっちでもいいと思います。私はなるべく長い区間で安定させたいので人差し指は伸ばします。でもこれはこうでもいいと思いますが人それぞれですね。でもう一つ歯を擦る角度とすればだいたい30度から、まあ、30度ぐらいっていうのがベストというふうに。何に対して30度かっていうとここの、バーの30度そうですね。はい、このバーに対して垂直のラインから30度寝かしてこれが最適な角度というふうにされています。だいたいこういう絵っていうのはここ25度30度って書いてありますけど角度がだいたいあの絵っていうのは角度がついてるものが特にメーカーものは多いです。これどういうふうに使うかっていうと例えば私今日25度で擦りますって言った時にはこのバーと平行にこのヤスリの柄の部分が平行に動くように持ってってあげるとだいたい25度もしくは30度ということになるので平行に持ってってあげます、はい、ということでちょっと早速擦ってみますけどね。これ本当にゲージとかガイドがあればよかったんですけど申し訳ないですけどね、はい、フリーで擦っていきます。はい、この時にこういう動き出ないようにまっすぐ当ててきますね。さあ力加減なんですけど思いっきり力をかけるようなことはしないでくださいね。はい、大抵このぐらいのスピードで結構だと思います。もうこんぐらいゆっくりでいいんです。はい、ということで押して擦りますからね。こうやる方いますがこれダメですよ。押して擦りますね。押して擦る、はい、押して擦る。この時に思いっきりこんなに力かける人いますけどこんなかけないでください。ヤスリはあくまでも切れ味が大切ですから切れるヤスリを使っていただければ問題ないかなというふうに思います。はい、で今、とりあえず10回擦りました。次の歯10回ですけど次の歯ってこれじゃないの思われるかもしれないです。これは今度こっちから刺していかなきゃいけないですかね。こっちから刺さなきゃいけないんで体の向きを変えなきゃいけないので1個飛ばしでですねこっちから刺せるこの歯次はこの歯ですね。はい、こちら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、で次の歯、はい、今度1個飛ばしてこれに行きます。こんな人いるんですよ。こんなに急ぐ必要ありません。ゆっくり当ててってください。あとはこういう方もいます。ヤスリを全面使ってくださいね。全面使って長いストロークでゆっくり吸っていきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で次いきます。はい、
しました。じゃあ次反対いきますね。はい、では次は反対側の刃、こちらを捨てていくんですが、あの右利きの人、左利きの人いると思います。今1回目やった方は右利きの方はあっちの方得意なんですよね。得意なんです。で、右利きの方、残念ながらこの反対側もあったこっち側すごい苦手になります。それはなぜかというと、まあこれエンジンはないです、モーターになるんですが、モーター側のこの出っ張り、こっち出っ張ってるんで、こっちからヤスリを通すときにすごいここが邪魔になってすりにくいんですよ。で、例えばこれ右利き左利き両方使い分けて、こっちからやるときには左手でやるなんていう方も、まあ器用な方もいますが、私はそこまで器用なことできないので、私もこちらからやるときもやっぱ右手で捨てていきますが、ここの機械が当たる邪魔ということなんで、基本的に刃っていうのはバーの、まあ、なるべく先の方にする刃を出していただいて、ここの影響を受けないようにしてくださいね。あんまりこっちまでやってしまうとここ角度変わっちゃいますから、ダメですよ。あくまでもバーの平らなところのギリギリあたりまで出していただいて、これで吸っていきます。で、先ほどこちら側するときには人差し指に力をかけて、こっちに8割だったんですね、右利きの方はですよ。今度反対にこちらするときには人差し指に力かけたら当然刃と反対の力いっちゃいますから、今度は親指に力かけていきます、ね、こっちに8割、下に2割というすり加減でやっていくといいということなんで、まあ、この刃も吸っていきますね、はい、ではすります。はい、ゆっくりでいいですよ。あんまり力をかけていいです。で、一個一個前に出していきますね。あたりどのぐらいするんですかってよく質問されるんですけど、例えば私、まあ、それやっぱ人それぞれなんです。私だったら石に全く当てずに1日支援層作業したら、だいたい1つの刃につき3回か5回ぐらい研ぎます。でもこれが石に当たってしまうと20回吸ってもですね、うまく目立てできない可能性もありますので、チェーンソーの基本は絶対に石に当てない、これを基本にやっていただきたいなというふうに思います。